任せてください。なんだか不思議なドレスですね。初めて着るのに、ずっとずっと前から着ていたような、そんな気がします。起きなさい。起きなさい、赤。そういえば私、学園の課題を、やだ、うたた寝しちゃってたの？青？あ、ごめんなさい、私ってば。青？ここに青なんていないぞ。え？実家に帰る夢でも見ていたのか。そういえば青とはしばらく会っていないな。あの、ただいま、赤。ええ、お帰りなさい、トビオ。え、なんで私この人の名前を。今日は役所に行く用事があると言っていただろう。よっぽど疲れてしまったんだな。その分だと夕飯はまだ作っていないかな。夕飯？ええ、作った覚えは。おや、もう盛り付けるだけじゃないか。なんだかんだ君は抜かりないな。さすが、私の自慢の妻だ。うん、ええ、もちろん。ごめんなさい、あなた。少し昔の夢を見ていて、一瞬あなたのことを忘れちゃっていたわ。おや、それはひどいな。なんだか、今私がいるこここそ夢だとすら思えるような感覚。そんなはずないのにね。私にはハカリアカという、あなたにもらった大切な名前があるのだもの。お夕飯すぐに温め直すわね。ああ、ありがとう。愛しているよ、アカ。私も愛しているわ、あなた。面白いことになってるね、コクリ。あの人間、夢の中にいるのに本来の現実を夢だと思い込んでるよ。本当だね、ハクリ。あの人間は今、夢と現実の境が曖昧になってる。なら、夢をいじり回してあげたら夢から出られなくなっちゃうのかな。きっとそうだよ。夢の中に永遠に閉じ込めちゃえるね。そしたらあの人間は絶望するかな。きっと真っ黒で重たくて、お姉さま好みの絶望を生み出してくれるね。それじゃあ行ってくるよ。今日は残業で遅くなる。すまない。仕方がないわ。代わりに美味しいお夕飯作っておくからね。行ってらっしゃい。さて、
溜まっていた役所手続きは昨日済ませたから、お洗濯とお掃除と、ああお掃除も昨日終わらせたんだったかしら。そうすると昼間は退屈になってしまうわね。お夕飯の仕込み早めに始めましょうか。今日もお弁当ありがとう。それじゃあ行ってくる。ソースが別の容器に入っているから使うのを忘れないようにね。行ってらっしゃい、あなた。行ってしまったわね。今日はどうしようかしら。お布団の洗濯もするとして、昨日と同じく午前で家事は終わってしまうわね。専業主婦として自分を支えてほしい。あの人はずっと昔にそう言っていたけれど、家事に慣れてしまってからは時間が余ってしまうわね。一人ぼっちで家にいるのは寂しいものだわ。今日は本でも読もうかしら。本当にやることもないし、彼の部屋にある小説勝手に読んでも大丈夫かしら。お邪魔させていただきますわ。ええ、いらっしゃい。エリザちゃんが遊びに来てくれて嬉しいわ。けどエリザちゃん、今は海外で仕事をしているんじゃなかったの？出張というやつですわ。半月もすれば帰ってしまいますが、せっかくジャパンに帰ってきたんですもの。親友の顔を見に来たっていいでしょ。嬉しい。ゆっくりしていってね。エリザちゃんが来るって聞いたからたくさんお菓子を焼いたの。いっぱい食べてちょうだい。さすがに多すぎでは天井に届きそうではありませんの。昼間は本当にやることがなくって、新婚の頃は一日がかりで家事をしていたけれど、さすがにもう慣れてしまったもの。お昼から夜にかけてぼーっと過ごしてしまう毎日なのよ。退屈で、本当に退屈で。不倫する世の中の奥様方の気持ち、少しだけ分かったような気がします。それなら趣味でも探せばいいのではなくて。趣味ですか。そういえば家の前に変な男性がおりまして、こんな習い事のチラシをもらったのです。不要だと言ったのですが、推しの強い男性で面倒なので受け取ってきたのですわ。物は試したようでしょ。行ってみてはどうかしら。そうですね、考えておきます。それではまた帰国の時にでも顔を出しますわ。お菓子大変口に合いましたよ。まあ量は少々、いえかなり多かったですが。お邪魔しましたわ。遊びに来てくれるのは嬉しいのですが、一人になるとやはり退屈を感じてしまいますね。ふびおさんが帰るまで一眠りしましょうか。そういえばエリザちゃんから受け取ったチラシ、作文教室ですか。まあ明日にでも行ってみましょう。
い、はじめまして、はかり赤です。本日は見学に参りました。よろしくお願いします。皆さんすごく集中されていますね。それにこれはアロマですか？ところで、生徒の方は女性ばかりなんですね。そうですね。それでは少しだけ。日々のブログみたいなものとか。はい、わかりました。官能小説って初めて読みましたけれど、まさかこんなシチュエーションで、夫の出張を狙って家に別の男性を連れ込むなんて、なの。けどちゃんと読まないと先生や他の生徒さんに迷惑をかけちゃいますから。おかえりなさい、あなた。ただいま。どうしたんだ？少し顔が赤い気がするが。今日作文教室で。いえ、何でもありません。それよりお夕飯にしましょう。もうできていますよ。ああ、ありがとう、アカ。愛しているよ。私も愛しています、あなた。それに、なんだかアロマの匂いもいつもと違うような。先生、ねえ先生、私なんだか変なんです。私には夫がいるのに、どうしようもなくこの小説たちのシチュエーションに憧れてしまって。どうしてそれを。私
はーい。先生。何でもそっちへ持っていくやん。野球マンなんじゃない。起きなさい。起きなさい、赤。うん。うん。あなた。あなた、私。ただいま。また眠っていたのか。寝ぼすけな君も可愛らしいな。ところで、そのチラシは？作文教室？ええ。今日はエリザが来ると言っていたでしょ？来る途中でもらったからって置いていったの。私ったら、なんていう夢を。けど、自分の夢を否定しきれない。あんな最低な夢に憧れてしまっている。私、いつか本当にトビオさんのことを裏切ってしまうのかも。赤、大事な話がある。海外転勤が決まったんだ。海外？そんな、突然どうして？立候補したんだ。私は君さえいれば幸せだ。けど正直、変わらない毎日に退屈もしていたんだ。海外転勤なんて初めての経験だ。それにかなり長期間になる。けどきっと苦労だらけの生活はすごく楽しいと思うんだ。楽しくなるって、私一人を退屈な日々に取り残すの？いや、違う。君にもついてきてほしい。君を退屈させてしまっていたのは私も気づいていた。もうこれ以上そんな思いをさせたくない。二人で新しい生活を始めないか？私を退屈させないで、あなた。あっ！うわ！起きたのか、赤。青、私、寝てたの？みたいだな。学校の課題をしていて眠ってしまったようだ。そうだわ。今いるここが現実で、あれは夢。私は戻ってきたのね。内容はもう忘れちゃったけど、悪くない夢だったような気がするわ。あの人間、目覚めちゃったね。夢に閉じ込めちゃおうと思ったのに。私たちが夢の中で見せた夢、それを乗り越えるなんてね。ふう、つまんないね。もう放っておこっか。じゃあ、次はどんな夢を探そっか。楽しい楽しい夢がいいね。
着替えました。いかがですか？あまり夢中になってはダメですよ。大切なものを守るためのドレスですから。ドレスが気になりますか？自分で言うのもなんですが、まるで戦場に舞い降りた天使様みたいですね。もう、悪い子ですね。どんなにすごいドレスでも、それを着ている私は普通の女の子ですから。